皆さんこんばんは投資の隠れ家ようこそいらっしゃいました今日の日経平均株価も想像以上の強さでしたねさすがに AI もこの未曽有の状況に追いついていないようですそれでは今日もとっておきの情報を発信していきますので是非最後まで耳をかっぽじって聞いていってくださいそれでは始めていきましょうさてさて 今日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、前週末比693円21銭高の3万2217円43銭で終えた、上げ幅は今年最大となった、3万2000円台を回復するのは1990年7月以来およそ33年ぶりとなり、連日でバブル経済崩壊後の高値をつけた、前週末の米国株の急伸を受けて投資家のリスク先行が強まり、 幅広い銘柄に買いが入った米国の債務上限問題をめぐる懸念の不思議などを支援材料に東京市場では海外勢とみられる株価指数先物への買いが朝方から断続的に入り現物株にも波及した日経平均株価は大引けにかけてさらに上げ幅を拡大しこの日の高値で引けた外国為替市場では 1>, 1ドル =140 円台まで円安ドル高が進み、輸出採算が改善するとの見方から自動車や機械株などに買いが目立ったファーストリテイリングなどの主力株が大きく上昇し、相場を押し上げた東京エレクトロンやアドテストは朝方は売りが優勢だったが、相場の上昇とともに次第に下げ渋り、ついには上昇に転じた東証株価指数は3日続伸し、 終わり値は前週末七37.09ポイント高の2219.79だった1990年8月以来約33年ぶりの高値となる東証プライムの売買代金は概算で3兆8712億円売買高は14億7600万株だった東証プライムの値上がり銘柄数は1625と全体の9割近くを占めた値下がりは164銘柄 変わらずは銘柄だったこのようにしっかりと株価の方向性が出ている時には一定のリスクを覚悟してしっかりと投資していきましょう AI では明日も上昇スタートを予想しています AI ではここから長期投資を始めよというシグナルが出ていますのでこのチャンネルを毎日欠かさずに見ていただいている投資家の方々には慎重に今後の株価の動きを見極めてほしいと思います今後 投資状況をこの動画で報告していきますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな